皆さんこんにちは、気候変動適応センターの砂川です。今日はですね、我が、適応センターのご紹介、ということで、これから5つの部屋を回りましてですね、各センターのメンバーとか、室長とかにお話をちょっと聞きながら皆さんにご紹介したいと思います。はい、それでは行きましょう。まず推進室というところがありますので、そこから今日はご紹介したいと思います。ここが推進室の入り口です。いろいろなですね、パネル展示が、されています。ちょっと簡単にご紹介すると、このような感じでですね、日本列島の地図の、これ東日本編なんですが、気候変動の、影響とか、それとか、適応策の事例とか、そんなものがですね、パネルに展示されているところです。ではそして、これはですね、お米なんですけども、高温耐性米って言いまして、高温に、強いお米ということです。別にですね、開発されているものなんですけども、全国、こういったですね、ポスターにもある通り、さまざまな、この今品種改良で作られていますが、その一例をですね、ここに並べているということなんですけど、これなんか開いてますけどね。心当たりは僕ではないです。失礼します。あ、こんにちは。こんにちは。推進室の砂川です。はい、ここを推進室のメンバーがですね、今いらっしゃるんですけれども、ちょっと室内なのでマスクをしました。こちらにいらっしゃるのが、我が推進室長、県副センター長であります、吉川さんです。ちょっと簡単にですね、インタビューしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。推進室ということで、どのようなお仕事をされていらっしゃいますか。はい、こちら気候変動適応推進室は、気候変動適応センターの中にある5部屋の中で、5部屋の構成が4つの研究室と1つ私たち推進室で出来上がってまして、いろいろな研究を各、研究室が進めているもの、それを全部活用しながら、国関係気候変動適応センターが担っている気候変動適応法に基づく技術的援助の業務ですね、これを全体的に総合調整して推進している、そういう部屋になります。なのでいろんな研究者の人に、こういう依頼が、自治体さんから来ているので、はい、これは得意の研究分野だと思うからご支援お願いしますとか、この辺の質問が来たので助けてくださいみたいな話をご相談している、そういう部屋になりますね。そうですね、ありがとうございます。そうするといろんな分野で調整をされながら進めていって、適応全体の推進をですね、していただく部署ということになっておりますけれども、吉川さんのところで日々お仕事の中でですね、心がけているようなものってございますか。心がけていること、やはり私たち自身がしっかりと気候変動適応を、楽しんでライフワークとして進めていけるような、はいはい、自身の心構えもそうですし、あとそういう環境づくり、雰囲気づくりですね、こういうところは大切に心がけているつもりです。伝わってるといいんですけど皆さんにありがとうございます。ちなみにですね、推進室は、メンバー何人いらっしゃるんでしょうか。メンバー13人いるんですけれども、はい、1人今育休を取られているので、そういう働きやすい環境っていうのも大切だと思うので、そういう形で今は、実際には12名、それがコロナですので半々で A 班 B 班に分かれながら、密にならないようにコントロールして業務していただいています。ありがとうございます。吉川さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今これご覧になった通りですね、ちょっとコロナの関係もありまして、ちょっと人数がですね、今日も出勤しているメンバーは少ないんですが、これが推進室の全体です。で、今奥で会議をしているですね、阿久津さん、いつも YouTuber としてですね、今までも出てもらってるんですけど、 YouTuber 番長はちょっと今打ち合わせなんでちょっとインタビューできないんで、他の方にですね、インタビューしたいと思います。推進室の浅野さんです。今浅野さん、どんなお仕事をされているところですか。今A プラットに新しいコンテンツを作ろうとしているんですけども、それのページ案を考えているところです。ありがとうございます。A プラットのコンテンツというと、
ウェブチームとのやり取りとかっていうのもあるんですね。あ、そうですね、はい、はい。ありがとうございます。じゃあちょっと、今度はですね、もう一人。高橋涼子さんでございます。はい、こんにちは、高橋です。こんにちは。はい、高橋涼子さんの方が今どんなお仕事されてますか？はい、私は完全に事務方のお仕事なんですが、今関係機関で、会議を予定しておりまして、そちらの日程調整を行っております。なるほど、はい、関係機関というのは、ですね、筑波に主にあります、研究機関ですね。研究機関、はい、筑波市内、筑波市なんですね、はい、研究機関。ご承知の方もいると思うんですけど、筑波市はですね、研究機関がたくさんございまして、まあ、その辺の、適用に関わるですね、研究機関を巻き込んだ、会議というのも開催しています。今それの準備をされているということですね。はい、はい、ありがとうございます。では、推進室はこれで、終わりにしまして、次は戦略室に行きたいと思います。はい、こちらはですね、気候変動適応戦略研究室ということになってますね。こちらが入り口です。はい、じゃあこれから入りたいと思います。失礼いたします。ここがですね、戦略研究室で、今スタッフの方々がお仕事されてますけど、とてもいい緑のですね、景色に囲まれて、雰囲気いいですよね。研究所っていう感じでございます。で、室長は正子さんなんですが、室長いらっしゃいますね。あ、ちょっとじゃあインタビューしたいと思いますので、お願いします。あ、正子さん、お疲れ様です。すいません、ちょっと今 YouTube の撮影してまして、はい、今回ですね、気候変動適応センター5つの部屋を回って、まあ、室長だったりとかメンバーの方々に、お仕事をご紹介いただくっていう感じのインタビューさせてもらってますので、ちょっと突然ね、恐縮なんですが、ちょっと正子さん一つちょっとインタビューをお願いしたいと思います。はい、ですね、戦略研究室ということで、どのようなお仕事をされている所ですか？あ、はい、戦略研究室ではですね、主に国内の気候変動適応を推進するためにですね、まあ、気候変動影響とか適応に関するいろんな情報を集めたりとかする、はい、あとはですね、その地域においてどうやって適応を推進するかとか、まあ、それにどういう課題があるのかといったことの研究というのを進めています。あ、なるほど、ありがとうございます。まさに、英語で言うとストラテジーということですかね。そうですね、名前の通りです、はいはいはい、ありがとうございます。A プラットのコンテンツも、こちらの方で、ウェブチームがあってされているということなんですよね。はい、ここに今ウェブチーム4名おりまして、はい、いろんな方から情報をいただいて、それをウェブに載せるという作業もしています。はい、なるほど、はい。じゃあ最後の質問なんですけど、戦略室はスタッフ何名さんいらっしゃるんですか？今はですね、全部で28人のスタッフがいて、はい、そしたら国家圏で一番大きい研究室かもしれないですね。なるほどですね。28名って結構多いですよね。多いですね、はい、今でもやっぱりコロナ対策で、少しやっぱり自宅就業の方もいらっしゃるんですよね。はい、まあ、マスクしてますし、今だいたい出勤者半分以下にする。あ、半分以下にする。あ、なるほどですね、わかりました。皆さんお忙しいことありがとうございました。はい、それではですね、ちょっとスタッフの方いらっしゃるんで、何人かインタビューしたいと思うんですが、じゃあちょっと、こちら、こちらですね、戦略研究室の北尾岳さんです。今北尾さん、どんなお仕事されてるんですか？はい、今は地方自治体の、はい、との打ち合わせの準備を進めております。あ、なるほどですね。じゃあこれから打ち合わせをされるということで、はい、そうです。今やっぱり打ち合わせは、はい、オンラインですかね？はい、オンラインです。あ、そうですね、まあ、なかなかコロナの関係で難しいんですけど、まあ、今ほとんど打ち合わせはですね、オンラインでさせていただいているといったところでございます。はい、それでは、次もう一人方行きたいと思いますのでお願いします。こちらですね、戦略研究室の真由さんです。はい、今真由さん、どんなお仕事をされていらっしゃるんですか？はい、来月行われる気候変動適応研修の、はい、テストページを掲載するページを作っています。なるほど、はい、そうすると A プラットのコンテンツとかを結構メインでウェブチームということでされているということで、はい、あ、なるほどですね。じゃあもういろんなさまざまな、まあ、例えば推進室からの依頼とかそういったものを取りまとめて、まあ、A プラットの中身を作っていっていただいているということですね。わかりました、ありがとうございます。はい、こちら戦略研究室でした。ありがとうございました。
はい、それではですね、アジア太平洋気候変動研究室に今向かっているところなんですが、森ですね。森の中にあるんですかね、あのアジア室があるみたいなので、早速入っていきたいと思います。おそらく空いてるのでこちらじゃないかなと思います。失礼します。あ、こんにちは、あの推進室の砂川です。はい、こんにちは。ちょっとお邪魔させてもらってよろしいですか。あ、はい、どうぞどうぞ。はい、最初あの今日はですね、はい、YouTube の撮影で、はい、5つの部屋をですね、はい、訪問させていただきながら、まあ、あのインタビュー形式で、はい、ちょっと撮影撮らせてもらってるんです。で、ちょっと突然で恐縮なんですけど、はいはい、質問の方からですね、ちょっとお話しいただきたいなと思って、まあ、少しお時間よろしいですか。あ、いいですよ、いいですよ、はい、向こう行きますか。あの今年の4月にできた、アジア太平洋気候変動研究室というところで、室長の増富さんですね、はい。こちらはどのようなお仕事をされていらっしゃるんですか。ですね、はい、あのまあ、領域ですね、研究の対象をするとする地域がまずアジアと太平洋で、アジア太平洋域 で、はい、で、まあ、そこでの、適応を、まあ、推進するような、うん、あるいは適応のに役立つような研究情報を生み出すっていうのが一つ、はい、でそれが一つ柱 でもう一つ大きな柱が、我々の部屋で AP プラット、はい、アジア太平洋気候変動情報プラットフォームっていう、略して AP プラットって呼んでるんですが、はい、それをあの、まあ、開発運営管理をしていまして、うん、でそこの、まあ、情報を追加したりとか、うん、まあ、ホームページのをにこういう情報を載せましょうとか、あるいはツールを開発しましょうとか、まあ、そういう、業務ですね。これは業務になりますが、うん、業務を行っています。はい、あともう一点いいですか。はい、先ほどその、アジア太平洋地域というところでいくと、まあ、国際協力とか、まあ、そういった関係にもなってくると思うんですけども、はい、各国の、まあ、政府の機関とかそういったところとのやり取りというのもあるんですか。あ、そうですね、まだそれほどこの研究室できたばっかりですので、はい、まあ、強くやっているわけではないんですが、例えば僕がこれまでやってた研究として、インドネシアで僕はあの作物への温暖化の影響評価っていう研究をしているんですけども、はい、まあ、その研究に関して例えばインドネシア あの政府の方々に、まあ我々の研究結果をお見せして示して、で温暖化したらこうなりますよと、だからあの、まあ、きっちり対策していきましょうとか適応策を打っていきましょうみたいなことを、まあ、あのディスカッションとか示したり、うん、あるいはベトナムの政府なんかに同じようにあのこれぐらいの温暖化の影響が出ますから適応策これぐらいしないといけないですねっていうようなことを、うん、あのやったりしていましたね。ですのであの国レベルになるとその国 あの適応計画っていうのをあの、はい、作ることがあの定められてるんですけども、はい、まあ、それに、科学的な有用な情報を、まあ、研究として提供するってことは、うん、あの僕個人としてはやってますし、うん、あのまさにそのこのアジア太平洋研あの気候変動適応研究室の大きな目的の一つではありますね。でもまさにこちらの部屋が、まあ、アジア太平洋地域の気候変動適応を引っ張っていくと、まあ、そんなような立場のお仕事だということですね。もうあのそうなる、あの本当にあのアジアにもいろんな研究していますし、はい、いろんな国もあるんですが、そういう人たちをこう引っ張っていけるというか、まあ、あのいろんなものを生み出していけるような、うん、中心地になるようなことができれば一番嬉しいですね、はい、できればそうしたいと思って、ね、それを目指してやってます、ね、あ、大変勉強になります。ありがとうございます。スタッフさん何名でやってらっしゃるんですか。全員で6名ですね。室長室員で2名で、うん、あとは、アシスタントさんが1人、それからあの高度技能専門員の方が3人で、はい、6名でやっています。研究者という立場は室長ともう1人お二方。そうですね、もう1人ですね。なるほどですね、分かりました。すいません、あの今日突然お邪魔して申し訳ございません。ありがとうございます。はい、じゃあもっとおもろいこと言わんでもいいんですか。皆さんいかがでしたでしょうか。今日はですね、3つのお部屋を紹介させていただきました。次回の動画で残りの2つをですね、ご紹介したいと思いますので、引き続きご覧になってください。それでは。